仙台市立仙台高等学校は、宮城県仙台市青葉区国見六丁目にある市立高等学校である。通称は、専攻。1940年に仙台市立仙台中学校として開校し、戦後の学生改革の影響で1948年に仙台高等学校となった。2009年から公明に仙台市立がつき、仙台市立仙台高等学校となった。 仙台高校の前身である仙台市立仙台中学校の設立は1940年である。この頃は日本は日中戦争の最中だったが進学率が高まっていた時期でもあった。当時の仙台には宮城県立仙台第一中学校や宮城県立仙台第二中学校、東北学院、東北中学校、市立仙台育英中学校があり、ここに 市内だけでなく、市外からも多数が進学していた。進学希望者の増大による入学難が予想されたことから、1939年に仙台市会と宮城県会、両方で新中学校の設立が議論された。しかし、市会では、市立中学校設立の質問に対して、市長の渋谷徳三郎が、財政上の理由から否定的な答弁をした。一方、宮城県は、 県立仙台第三中学校の設立を目指したが、これは敷地や運営費について仙台市にもある程度の負担を求める計画だった。仙台市はこれに応じず、第三中学校の設立は見送られた。1940年になり、宮城県は仙台第一中学校と仙台第二中学校の定員拡大を計画したが、やはり仙台市にも負担を求めた。 2月の仙台市会の協議会で、この負担についての賛意はなく、それとは別に新中学校設立が可決された。協議会が新中学校設立の可決をしたのが2月8日である。その後、仙台市の夜間中学だった都南中学校の校長、伊藤光次郎や職員によって、新中学校設立の書類が準備され、また、市議の圧線で川内中の町に、 学校用地が確保された。19日の司会で、私立中学校新設が正式に提案、可決されて、22日に、市の教務係長が上京して、書類一式を国に提出した。仙台市の中学校新設案は議会にかけられた後、26日に、文部大臣がこれを認可した。当時、中学校新設は外記載を伴っていた中で、仙台市立中学の設立は、 記載によらなかった。このことが異例の早さの認可につながったと言われる。当初は財政事情から難しいと言われた私立中学の設立だったが、業績校長だった仙台市電の収益を中学校、新設の費用に充てることになっていた。その後の開校準備は伊藤などの都南中学職員を中心に行われた。川内中の町の校舎が建設されるまでは、 荒町小学校と海軍小校、斉藤七五郎の聖ー後に作られた斉藤記念館が仮校舎として扱われることになり、3月11日に斉藤記念館で開校式が挙げられた。当初、第1回生の予定定員は100名だった。しかし、212名の出願があり、100名以上の 不合格が発生することを憂慮した伊藤が定員を150名に増やすよう渋谷に要請して、これが司会、文部省に認められた。3月の交差と諮問を経て、158名が合格とされた。1940年4月10日、荒町小学校の講堂で仙台市立仙台中学校の初入学式が行われた。荒町小学校の一部屋と、 斉藤記念館の2部屋が私立中学の教室となった。校長や事務員を含めて12名の教職員がいた。そのうち4名は東京高等師範学校を出たばかりの教師だった。校長の人選には右与曲折があり、様々な候補者が挙げられたが、最終的には開校後の6月に千葉県出身の藤江貴久男が初代校長の任についた。 学校敷地として決まっていた川内中の町には50個ほどの住宅があり、買収費用や立ち退きについて一問弱があったが、これは最終的には解決した。開校した年の夏休みに、生徒職員がここの整地作業に従事し、9月に建設工事が始まって、12月には上等式が行われた。そして、1941年6月21日に、 真新しい校舎が落成した。この校舎は、延べつ面積約452二坪の2階建て木造校舎で、この他にも平屋の柔道場があった。敷地買収費用は約13万1000円で、工事費用は約10万5000円だった。これは第1期工事であり、教室棟や行動、体操場、剣道場を増設する第二期、第三期工事も計画されていた。 しかし、同年12月には太平洋戦争が開戦し、これらの増設工事は日の目を見なかった。戦中においては、1943年頃までは比較的通常通りに授業が行われていたのが、1944年年頃からは戦争の影響がはっきりと現れるようになった。学徒勤労動員が仙台市立中学校にはリフられ、5年生は、 原町新潟家の東京第一陸軍造兵賞、仙台製造所で4年生は神奈川県川崎市の東芝特殊合金工具製作所で労務に従事し、3年生以下は授業の合間に鉄道の機関区や日本通運、近郊の農家などへ動員された。1944年は第一改正が最高学年である5年生に進級した年であり、 翌1945年3月に第1回生の卒業式が行われたが、戦争の影響で第2回生である4年生も同時に卒業することになり、しかも4年生の卒業式の方が早く、動員先の川崎で行われた。この約半月後に第1回生の卒業式が仙台で行われたが、戦中ということでこの式は非常に質素なものだったという。 同年7月10日深夜には、アメリカ軍によって、仙台空襲、当時の宿直日誌によれば午前に一時に、焼夷団が校舎を直撃したとある。被害は人命にも及び、6名の生徒と卒業したばかりの2名が犠牲になった。この後、国民義勇隊たる仙台中学校学徒隊が結成され、一部の生徒は戦闘部隊とされた。学校の事務所は、 片平国民学校を経て、学校発足の地である斎藤記念館に置かれた。8月15日に終戦となり、17日に授業が再開し、動員が解除されて、すべての生徒が揃ったのは25日だった。短い夏休みを挟み、9月11日からは、荒町国民学校と南在木町国民学校の一角を曲がりする形で授業が再開したが、 翌年に南材木町国民学校が火事に見舞われ、全生徒があら町国民学校で二部形式の授業を受けることになった。戦後、空襲で焼き払われた市街地を対象に、戦災復興のための区画整理事業が行われることになり、その計画の中で川内中の町の高地は公園用地と決められたために、仙台中学校は、 事業区域外へ移転することになった。終戦の年の9月に、大原の広大な射撃場跡地が仙台市立中学の高地として早々に決定した。しかし、1946年に新中軍がここを接収したために、この計画は実現できなくなった。この後、移転候補地はいくつかあったが、いずれも決まらなかった。同年10月に、 北八番町の土地が移転先として浮上した。この土地は道路から出入りがしにくい、境外な電磁だった。しかし、この他に候補地がないことからここが学校の移転先として決められた。1947年に土地の借用契約が結ばれ、この年のうちに自震災と寄港が行われた。この校舎新設においては、 大林組が5教室分の建築資材を、小学会が募金で50万円を寄付した。新校舎は1948年初頭に完成した。この校舎は、北棟と西棟が L 字に結びつく、形の平屋のバラック建てだった。急増のため、正門への通用路は狭く、また雨が降れば校庭はひどくぬかるんだ。戦後、 アメリカ教育施設団報告書に基づき学生、改革が行われ、旧正中学校は新生高校に移行することになった。宮城県では1948年1月に新生高校に移行する学校が決定した。戦災にあった学校には5年間の猶予期間が与えられており、仙台市立中学の高校移行について財政難から先送りにする意見もあったが、 当時の仙台市長、岡崎栄松の決断で、仙台商業、仙台工業、都南中学の各私立校とともに、私立中学は同年4月より仙台高等学校へと変わった。1950年に仙台高校は創立10周年を迎え、これを記念して後期や校歌が制定され、また体育館が建設された。 同じく記念事業だった図書館の建設は敷地と財源の問題があって翌年に行われた。1952年には実地会と交友会が一本化され生徒会が誕生した。1948年に落成した校舎だったが、1950年代になると早くも改築や移転新築が望まれるようになった。 特に1953年には教室で雨漏りが発生し、生徒は授業中に机の位置を動かしたり傘を刺さねばならず、雨漏りが特にひどい日には授業が打ち切られもした。このことは地元市の河北新報にも取り上げられ、市民の同情を誘った。これが契機となり、新しい校舎が建設されることになった。第一期工事はこの年のうちから始まり、翌年に、 木造モルタル作りの校舎が完成した。第2期工事の着工は1955年で、この年の10月に鉄筋コンクリート構造の3階建て新校舎及び、その両翼にモルタル2階建ての新校舎が落成した。1962年になると、狭愛な高地の外に第2グラウンドを設置する構想が持ち上がり、翌年に個人所有の国見の山林がその場所として選ばれた。 この第2グラウンドは1964年に国民運動場として竣工した。1960年代半ば以降に日本の学生運動が盛んになると、それは一部の高校にも飛び火した。仙台高校における紛争は1969年8月の無許可ビラ配りから始まった。生徒によって、闘争委員会、反戦連合が組織され、デモ活動への参加も行われた。 これらの生徒たちは、文部省の指導手引書に対する反対、クラブ活動の自主的管理などを要求した。学校や教師を国家権力の末端とみなして、批判する生徒もいた。このような生徒は多数派ではなかったが、服装自由化の問題は、生徒全体から指示を得た。1971年の卒業式は、一部の生徒が、壇上で卒業証書を破り捨てたり、 踏みにじったり、騒然としたものだったという。しかし、こういった学生運動は、次第に沈静化していった。もともと広くない柏木の校舎だったが、生徒の定員増加、学校設備基準の改定により、一層厳しいものになっていた。1968年には、学校、同窓会、父母教師会などにより、仙台高等学校移転建設規制会が、結成され、 活動に当たった。これを受けて仙台市も仙台高校の高知校舎問題に取り組むようになった。このような中で1971年に当時の仙台市長島野武氏が仙台高校の男女教学科を突如として発表した。仙台市が1972年に設置した協議会は女子が男子を上回ることがないようにすること。 新校舎の完成以降に教学化することなどの条件を付けた上で仙台高校の男女教学化は可能であるとした。この報告を受けて1973年に島野は仙台高校の男女教学化を1975年度の校舎移転と同時に実施することを正式に決めた。男女教学化について当時の学校生と職員同窓会には賛否両論があった。 戦後、多くの都道府県で教学が実施される中で、宮城県はこれに消極的で男女別学が残っていた地域だった。特に同窓会では、別学の継続でも問題はないので教学化には反対、男女教学は理想ではあるかもしれないが時期尚早という反対論が多く、仙台市に対して教学化反対の陳情が行われたが、教学化は覆されなかった。 仙台高校は国見に移転することになり、1972年に用地の買収が完了した。1973年に地質調査と入札、契約を経て校舎の建設が始まった。1975年に竣工した、この新校舎は国による高校設備基準を5割オーバーする広大なものだった。ちょうどこの時期はオイルショックの時期であり、 狂乱物価と言われた物価の高騰で、公費は20億円を超えた。旧校舎から新校舎への移転作業は、1年生と2年生の在校生も加わって行われた。こうして、仙台高校は男女教学の学校となり、国見に校舎を構えることになった。男女教学で1学年を8クラスである。仙台高校の男女教学科が検討された際、市の協議会が、 女子が男子の数を超えないようにすることという条件をつけた。これにより男子210名、女子150名が定員として決められた。男女別の定員は2007年度に撤廃された。仙台高校の高地は市街地と太平洋を一望できる国見の丘陵地にある。教室棟は2棟あり、南側が普通教室棟で、北側が特別教室棟である。 体育館は校舎の西側と南側に合わせて二つある。また、防洋会館という生徒食堂や宿泊設備を備えた建物がある。交渉は竹と雀の文様である。1948年の新生高等学校への移行と同時に制定された。図案自体は竹家の門所に由来する。竹は素直に伸びゆく教養と強靭な説に、竹の緑は平和。 スズメの日型は青年の一途な意気を表すとされている。交渉の原案は生徒の応募によるもので、高等学校移行直前の2週間の募集期間のうちに75点の作品が集まった。この時、第1位に選ばれた作品があったが、宮城県仙台第一高校で、これに近い交渉が採用されることになっていたことから、第1位作品の採用は見送られ、 伊達家の門所に使われている竹とスズメをモチーフにした作品が交渉の原案として改めて選ばれた。この図案を宮城県工芸指導所のカオル竹しげが交渉として落とし込んだ。ただ、カオル部が最初に提示した図案は不評であり、もう一度改良が行われて現在の交渉が出来上がった。現在の後期は1950年の創立10周年。 記念事業の一つとして制定されたもので、朱色の地に交渉が描かれたものが定められている。朱色は和光度の情熱を象徴したものとされ、高色ともされている。後期の衣装を考えたのは当時の教諭である。旗のデザイン自体は単純なものだが、紫色の後期が多かった当時、朱色の後期は珍しいものだったという。創立10年の若い学校ということから、 朱色が選ばれた。後期の制作は、百貨店の三越に依頼され、西人折りで著名な京都の西人で制作された。なお、仙台市立中学校の後期は紫のものだった。効果も後期と同様に1950年の創立10周年、記念事業の一つとして制定された。仙台市立中学校にも効果はあったが、この歌は古めかしく、 大げさなもので、戦後には歌われなくなっていた。新校歌の歌詞は、生徒や教職員、卒業生などから公募され、これらはいずれも佳作だったが効果としては選ばれなかった。結局、学校は、歌詞の審査員の一人だった、伊達宗男に作詞を依頼し、音楽指導者の海鉾よしがこれに曲をつけた。この硬貨の初披露は、仙台放送管弦楽団と仙台高校。 合唱団によって行われた。校訓として定められてはいないが、自主自立が公然とされている。この文字が刻まれた石碑が職員玄関の近くに設置されている。自主自立の4文字は、初代校長である藤江菊夫の主席から選び出されたものであるという。この石碑は、学校創立40周年にあたる1980年に、建立された。現在の仙台高校には、 制服はない。過去には制服及び標準服があった。もともと仙台高校は男子校であり、詰め入りの学生服が制服だった。しかし、1960年代後半の学園紛争が高校まで波及すると、その中で生徒が服装の自由化を求めた。1969年から学校と生徒の間で激論が交わされ、1970年8月に、 生徒心への条文が改められ、服装の自由化が行われた。学生服は標準服として残り、何かある時は生徒はこれを着て登校した。1975年の男女共学科に際しては女子用の標準服が新しく制定された。これは白い縁取りが特徴の紺色のブレザーだった。宮城ドレメの院長の官炉がこのデザインを担当した。 バスケットボール部男子が全国高等学校バスケットボール選抜優勝。大会の第30回大会及び第31回大会にて優勝している。第26回大会で準優勝。公式野球部夏の全国高等学校野球選手権大会に1回出場している。第80回大会で1回戦敗退。剣道部全国高等学校総合体育。 大会剣道大会団体の部において、男子は第42回大会と第51回大会の2回、女子は4回の出場経験がある。吹奏楽部全日本吹奏楽コンクールには第42回大会初出場。情報処理部先端ソフトウェアコンテストでは1993年に東北通商産業局長賞を受賞。 優秀賞を受賞した東北電力や NTT などを抑えての受賞であり、高校の部活動としては快挙であった。放送部仙台高校放送部は2007年度の NHK 杯全国高校放送コンテストでは、朗読部門の2名が全国大会へと進出している。写真深き写真コンテスト、宮城県高等学校、総合写真展全国高等学校、 総合文化祭等で各賞を受賞するなどの成績を残している。その他にも写真雑誌、カッパの月齢コンテスト等においても入賞している。選考祭、毎年9月の上旬に行われる文化祭である。毎回、御夜祭に花火が打ち上げられている。私立総体仙台市立仙台商業高等学校、仙台市立仙台工業高等学校、 仙台市立仙台西洋中等教育学校で争われる。急に大会毎年かきに2日間にわたってクラス対抗で行われる単育祭である。ホームルーム研修旅行という名称で2年生時の12月上旬に3泊4日で修学旅行が行われる。修学旅行の始まりは1948年でこの時の旅行先は栃木県の日光。 中禅寺故だった。修学旅行は1960年に一旦廃止されたが、修学旅行復活を願う生徒の声の高まりから、1979年にホームルーム単位の研修旅行が実施された。翌年には修学旅行が復活したが、さらに翌年の修学旅行は、生徒自身の無関心から失敗した。その後は再びホームルームごとに旅行が行われ、 1988年にホームルーム研修旅行の定例化が決まった。ほとんどの生徒は鉄道か自転車での通学であるが、バスで通学している。ありがとうございます。